ドメインを追加します。ドメインをラーメンで言語オブジェクトを実行してくださいと。言語モデルの実行に伴って新しいレシピを創発します。その創発に必要なものは今まで人類が食べたこともないレシピを作ることです。レシピの中心になる食べ物はかき氷もしくはスイカもしくは八つ橋。おスイカラーメン出来上がってきたぞ。あ、こんばんは。ウィークリー幼稚園のお時間です。やっぱあれですね、コードを書きながらだとひたすらコードっていうのもなんか自然言語でしかコード書いてないので、もう一体何書いてるんだ俺って感じなんですけども、さて、今日もやっていきたいと思いますが、どうぞこっちにしよう。 GPT-4 の話をしよう。はい、出して、オープン AI が3月14日に発表した大規模言語モデルの最新版ですと。で、前モデルより信頼性が高く創造的であり、より曖昧な指示を処理できると。曖昧な指示って一体何なのって思うじゃないですか。まあそれってすごく重要なことですよね。はい、はい、GPT-4 のテクニカルレポートみんな読みましたねと。はい、ありがとうと。何が一番面白かったかっていうと、GPT-3 が 3.5 があまり使い勝手が悪いのでみんな英語で使ってたんですけれど、GPT-4 になってからランゲージ対応をするようになって、今まで英語じゃないとある程度スコアはこの 70.1 だったスコアでやってたこの MMLU って専門家知識を問うような確かクエスチョンだった気がしますけども、3ショットで3ショットのアキュラシーなんで3回入力なのかな、これファインチューニングでで入れたようなやつをしても日本語が 79% なんで、まあそこそこ英語だともう 6.5% いいので英語の方がもうちょっと返しが良くて、でまあ定義英語で書いて、ドメイン知識は日本語入れても大丈夫みたいな感じで僕は使ってるんですけど、こんな感じと。まあ例えばどうやって使うのっていうのは、例えばね、よいしょ、例えばみんな GPT-4 を API で使ってますか、わかんない、あ、まだ公開されてないんだっけ、あ違う、先着順なんだっけまだこれで、例えばさ、今までだったらさ、こうなんだっけ、ランゲージディッシュジェネレーター、ランゲージオブジェクトディッシュってなんだよって定義じゃん。で例えばクリエイターオブジェクト、オブジェクトハブ、サブオブジェクト、サブオブジェクトハブ、ナレッジアンドアビリティーズ、サブオブジェクトハブザアビリティーズ、リコグナイズスペシフィックスティーズって、1から10までこう定義を書いてさ、でその定義の一番最後と、ここが言語モデルじゃないとできない定義ですよね、これね。ステートオブマネジメントオブジェクト with the practice of specific knowledge and capabilities adding the sub object。 わからないのか、そうか、じゃあ日本語にしたやつを俺確かツイートしておいたんだ、これだ。これですね、特定の知識や能力の実践により管理オブジェクトの状態が変化し、サブオブジェクトを追加したり外部に新しいオブジェクトを定義したりする。そして言語オブジェクトとして実行エラーが起こりそうな場所はオブジェクトやサブオブジェクトの定義を適宜抽象的もしくは具体的な言語的変換を行ってエラーが起こらないように更新すると。こんなプログラム言語は今までなかなかないです。なぜないかといったら、だってさ、言語モデルとして実行エラーが起こりそうなところはオブジェクトやサブオブジェクトの定義を適宜書き換えて抽象的もしくは具体的な変換を行ってエラーが起こらないようにしてくださいって、むちゃくちゃじゃないですか。だってエラーが起こらないようにしてくださいって言われて、はいそうですか、エラー起こりませんねって言われるんですよ。でこういう何回も使いそうな定義の方はですね、英語で書いておくと僕はいいなと思うんですけど、まあ、例えばじゃあ何やってるかといったら、このドメイン知識を、上でオブジェクト定義しました、料理のオブジェクト定義しますと。で、レシピとか、クッキングメソッドとかこれ定義されてと、はいはいと、中に何入ってるの、ベジタブルプロテインとかこんな感じですねと、オブジェクトが定義されましたと。で最初のステートではパラメータが空欄になってこう出てきて、そこに抽象的なオブジェクトで実行可能な形式にこう変換されて、それをじゃあこう、変換してってこうできましたと。じゃあこれに日本語でいいんですよ、ドメイン知識は、ドメインを追加します、ドメインをラーメンで言語オブジェクトを実行してくださいと。抽象オブジェクトドメインラーメンってなるじゃないみんな。でもラーメンにどんなオブジェクトが必要かとか、どんなのをサブオブジェクトにしたらいいかっていうのは、今まで人間のプログラマーが要件定義しながらさ当てはめてたわけですよ。でそれをね、こうやってじゃあラーメンを入れるにはディッシュタイプ、ディッシュクイジーンでサブオブジェクトが必要で、ここに初期状態ラーメン入れて抽象オブジェクトにラーメン入れたら、ラーメンにタイプ、メインコース、クイジーン、ジャパニーズ、中身ラーメンヌードル、カテゴリーステープル、クオンティ 100g とか、ポークボブロースって何これ豚骨かな、チャーシュー特務合ってるかな、500ml、プロテインチャーシューポーク、グリーンオニオンね、青ネギ、ベジタブル1ストーク、ロークとかね、あと勝手に要件定義しながらこう入れてってレシピができたと。ほう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 と。
でじゃあここシミュレーションで、はい、OK ですと。でこれをじゃあ蒸気、シミュこれを、まあでもこれ音声入力の方が楽なので、蒸気シミュレーションを実行します、言語モデルの実行に、伴って新しいレシピを、創発します、その創発に必要なものは今まで、人類が食べたことのない、レシピを作ることです。レシピの中心になる食べ物はかき氷もしくはスイカもしくは八つ橋でお願いします。新しいレシピの創発スイカ八つ橋かき氷本当かよと。抽象言語オブジェクト実行されるけど、八つ橋めっちゃ困難ですよ。でも、まあ、どうせ作ると思うんですよね。これあの言語モデルを使ってかき氷分かりました、いい感じですね。見てくださいほら、いいですね。八つ橋ラーメン、八つ橋抹茶味4枚ラーメンスープ味噌味 500ml 焼き魚サバ1切れえのきだけ1束、八つ橋を砕いてラーメンスープに溶かす、本当に溶けんのラーメンを湯でえのきだ、なるほどなるほど。八つ橋で 味付けどんな感じなんだろう。で上はこっちはなんだスイカラーメン、ラーメン麺スイカ 200g ラーメン醤油味無粘肉コリアンダーコリアンダーライムスイカの果汁、あ結構良さそう。ラーメンスープにスイカの果汁を入れてよく混ぜる、茹で上がったラーメンを盛り付け鶏肉を加える、さらに冷たいスイカを加える。あそうなんだ、へえ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 。じゃあよいしょ、レシピ、レシピ2の、スイカラーメンの、ビジュアルを、作成します。ビジュアルを、表現する、言葉を、40単語ほどください。と最後に、に撮影環境や、照明条件、などを加えて、ステップバイステップで、出力を出力してください。で、それを、コンマ、ま、区切りの一端をで出力してくださいと。おいよ行ってこい、これでやった、はい、これは多分秒で動くと思うんだよね。レシピのスイカのようなビジュアル表現をします。鮮やかな緑色の器、冷たい麺、スイカの赤い果肉、あいいですね、はい、こういうやつですよ皆さん。画像生成 AI で画像が作れないって言ってる人たちは何が作れないかっていうと、あの単純な一個一個の描写能力があの高くないことがほとんどなんで、あの一個一個ではステップバイステップでいいんですよ。こんな風にね、何でもいいんですよ。夏向け斬新なアイデア、カラフル食欲を誘う、オリーブオリジナル、オリジナリティ、わあ意味ない、あ単語になってない、斬新な組み合わせ単語になってない、食材の美しい盛り付け、あ意味が、あでもこれで多分大丈夫だな。あこの辺はインスタグラム映え、あ完璧じゃないですか、はい、あ一口サイズ、食べるのがもったいない、なんだそれ、プロの技独自のスタイル、なんだなんだこだわり抜いた一品、大胆な発想、意味わかんないな、見た目も楽しい、ステップバイステップの出力鮮やかな、あなるほど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 、あでもいい感じですね。英語出力しなくてもよかったなこれ。なんかこれで何をするかというと、まあ、出力がなるところまで待ってるというあれなので、あよいしょ、てっ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 てナチュラルライト、ソフトグリー、フードスタイリング、まあいいや、まあ、これもこれ全部ぶち込みましょう。これで、でこれでどうするかっていうと、さあさあ来い、さあ来い、ミッドジャーニー V5、どこに行った、どこに行った、どっかに行ってしまった、はい、ミッドジャーニー V5 行ってみよう、行ってみよう、ここで、ここで上でパパイヤラーメン作ってたの分かりましたねこれね。シャープイマージンと、よいしょ、でこれで、かっこ、後ろのケツだけよく間違えるからな、よいしょ、はい、これで3分クッキング的にはこいつをじゃあ回してる間に他の作業がまたできると言ったけど、何が面白いかっていうと、まあ要はまとめるとですね、あの言語的抽象化で突破するプロンプトコーディングができるようになったのは大きい、はい、これはなんかあの僕のマガジン の久しぶりに有料コンテンツをピュッて出してたんですけど、はい、なんかそんなのをですね、あのこの昨日ぐらいチャカチャカ、あのなぜ かゼロ中に書いてたら1万6000字ぐらいいっちゃってですね、まあ、要は1点だけくらいコアな話をすると、どこかというと、なんかね、あのこの、スクリプトのどこかというと、ね、ここが多分すごい重要なんですよね。あの言語モデルとしてエラーが起こりそうな場所をスクリプトを適宜置き換えて、
実行してくださいの意味を落合陽一の代わりに説明してくださいとか言って、そんなような文章ができてるんですけど、このスクリプトの整合性をエラーが起こすときにエラーが起こらないように動かすっていうのは非常に面白い、変なことができる。だって今まで言語エラーが起こりそうなところに言語エラーが起こりそうだったらエラーが起こってたんだけど、エラーが起こらないように適当にやれってことなんで、雑にやれってことですよ。人間っていうのは雑に指示が出せたんですけど、これ非常に面白いよね。で、なんか詳しくはこれを読めば分かるんだが、それはそれであれなんだけど、その中でどこが面白かったとかというと、もう一個あってですね、人間が実数を計算するとか、人間が言語を計算するっていうのはどういうことかっていうのをみんな考えたことあります？例えばほら、アラン・チューリング、チューリングマシンの話なんですよ。わかります？これ何が計算機かというとさ、大体特定の計算を行っているとみなすことのできるハードウェアとかソフトウェアのことを僕は計算機って呼んでるんですけど、でもと考えると死んだ場所は計算機になってしまうわけだが、だから計算機前なんだけどね。でも競技の計算機で言えば、チューリング完全である言語を処理できるハードウェアソフトウェアであるか判断基準だと私は考えていると。もうこの時点でお手上げだ。チューリング完全ってなんだって思うかもしれないじゃね。万能チューリングマシンとして機能するっていうことを考えないといけないんだが、だってチューリングマシンっていう機械が昔アラン・チューリングって人が書いた論文の中に出てきますと。それは何かって言ったら、この We may compare among in the process of computing って書いてあるところ、ここの行ですね。We may compare among in the process of computing a real number to a machine which is only capable of a finite number of the conditions Q1、Q2、Q3 って言って、でそういったようなテープで書かれたところに、書かれた数字を、実行して処理できるマシンっていうのがあって、これをチューリングマシンって言うんだけど、このチューリングマシンを人間がその数字を計算していることの代わりにその処理をできる装置っていうのを考えたとき、そのチューリングマシンの上で、チューリングマシンは実装できるかっていうことを考えるんですよ。で、これは結構重要な観点で、わかります？計算する人間をチューリングマシンで実行することを考えたら、アラン・チューリングの時は、確かに数字を足せる機械を考えればよかったのであるが、我々が今考えないといけないのはもうちょっと抽象的で、計算する人間それ自体を実行可能なマシンって何だろうってことなんですよ。わかります？これ面白いですよね。だって計算する人間自体を実行可能ってことは、計算する言語定義で動いた言語タスクを、実行できる装置であって、それは万能に計算できる人間マシンなのか、もしくは人間以外もモデリングできる万能世界マシンが AGI なのかもしれないけれど、それに徐々に言語モデルが近づいていくっていうことなのだというのが私のなんかアハ体験ですね。あ、そうかみたいな。なるほど、言語で実行可能な何かの考え方だったりとか、言語で定義された上にチューリングマシンが乗っているとすれば、言語定義とチューリングマシンが合わさった状態を実行できる言語マシンっていうのがもしあったら、それっていうのは非常に面白いと。それは言語的にどこを抽象化してどう言語的な演算を考えていくかという上で非常に面白いですよね。っていうのをなんかこれトゥル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 って、これもまた気づいたら8センチぐらい書いてたんですけど、で何がポイントかっていうと、昔さ、ニュースピックス、そいつは時事無下ですよねって話があったんですけど、あれ言語シンボルと、いわゆるオブジェクトっていうのが統合されるとさ、これ定義の問題ですね。つまり言語で定義された何らかのシンボルと、あと実際の物体とか、あとデジタルデータとかポリゴンで表現された何か、何でもいいんだけどさ、そういうような具体的で数量的で定数的で解析的に求まるものと、言語的である意味で抽象的で意味が不完全な、もしくは意味がどういかようにも取れるようなオブジェクトっていうのが合わさった時に、その間の相互作用っていうのを、さっきみたいにエラーを丸めてくださいっていう表現で丸めて、相互作用の関係性を持って中からパラメータを抜き出して相互に値を交換するってことができる。これは素晴らしいプログラムの書き方が変わったってことなんですよ。わかりますか？この喜び共有したいですよね。スイカラーメンのビジュアル表現は、スイカラーメン出来上がってきたぞ。 78%。 ちょっと待って、このレシピを見ながらこのスイカラーメン 93%。 どれだ、どれでしょうね。鮮やかな緑色の器、上3つ緑だな。冷たい麺盛り付けてありそう、どれも。スイカの赤い果肉が加わってる、加わってる。醤油スープが注がれてる。コリアンダーが散らされてると思う。ライムが添えてある、で自然光で撮影されてる気はする。で結局どんなもんなんだっけこれ。あとは直感でいいか。そうだな、そう難しいけど、
まあこれかな、右上かな、俺の食べたいスイカラーメンは。でも右下かもしれないな、右下か右上だろうね。ライムちょっと大きい方がいいな。左上もビジュアル的にいいけど、あんなスイカないでしょこの世界に。あれ鶏肉とスイカ合体しちゃってるね多分ね。うん、なんかしかも左だとビーツになってるからな。まあ右上でしょうね、きっと右上、右上がいい。うん、右上がいい。コリアンダーとなんかミント間違ってんじゃないかとちょっと思うんだけど、まあまあまあそれはそれでありえるだろう。あとはバリエーション作ればと。でもさ、これで不思議なことは何かって言ったら、僕は今ここで作ったこの、API あるじゃん。でこれをさ、だって API なんでそのまま API にして公開して、ここでファインチューニングしたやつでさ、あとここに何だろう、ユーザーが新しいレシピ作ってくださいって言ったやつを、まあ、こういう画像生成 AI にさ、ここの単語列が飛んでってこれで画像になって連絡して帰ってくればいいんでしょ。その公開だってサービス作るまでの時間が、20分ぐらいじゃんね。この生産性って言ったら明らかだよね。だって今までこれさ THP とかをヌルヌル書いてたら終わんないよ多分。あ、ヌル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 と書いてたら大変ですよ。そんな感じ、ありがたい、感動できる、うん、こうやって計算機自然に向かっていくんだ人類は。よかった。うん、そうだね、人間が分かっていることは少ないですからね。人間が分かっている少ないことをベースに生きていくしかないというところが結構重要ですと。チャット GPT の誤った回答を怒る人がいますが、誤りを恐れない AI には創造性参上の話、まあまあそういうことなんだけど、まあなんかチャット GPT に検索で分かりそうな回答を聞いちゃダメですね。はいはい、終了。なんかそれはなんかもうだいぶ昔の話です。 AI の発展によって週休3日とか実現しつつありますか。日本はそう簡単に解雇規制で解雇できないから、残業しないでいただく以外に多分方法はないかもしれないですね。つまり仕事ないでしょ、ないんだよねって言って帰ってもらうとか。はい、チャット GPT をロボットに入れてドラえもんができるのは何年後ぐらいですか。ドラえもんの優秀な機能はですね、どうしたんだいのび太くんって言うじゃん。まずなんか人間中心のところからどうやって計算中心のところに行くかっていうのがすげえ重要だからさ。今までは人間中心で世界を定義してきたんですよ。科学が世界を定義するには人間が言語モデルで定義してきたんですよ。この虫はカブトムシですって。今までは結構数学が賢いやつが生き残らせてきたんだけど、これが抽象的な言語定義だったりとか、モデルだったりとかオブジェクトだったりとか強化学習をして何かを達成しようとしていることを抽象的な定義でやってきた人たちが高速で作れるのが面白いよね。どう転ぶか分かんないからさ、もう毎日何でも作れるじゃないですか。これからの子どもたちは何を勉強したらいいですかっていうのが会場から来て、落合 GPT ある程度フューショットで学習されてるんでちょっと行ってみようって言ってたら、文学って言われました。はい、当たりだと思います。